菅沼合唱集落菅沼合唱集落藍の蔵、合唱集落菅沼地区の合唱作り藍の蔵、合唱集落冬の五輪山夏の合唱作り集落五輪山は富山県の南西端にある南都市の旧平村、旧上平村、旧戸賀村を合わせた地域を指す赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、戸賀谷の5つの谷からなるので五肩にまとなり これが転じて、五香山の地名となった。この名称が文献に出てくるのは、約500年前、本願寺住職大旧世光県実女商人の文章が最初である。これ以前には、松園時代に、坂本保津、坂南保、坂上保津、坂下保津、坂北保の5つの領に区別し、五香僧とも呼んだ。この五香と呼ばれる地名は全国に、 約120箇所程度あると言われ、中国の古事より五を一くくりをゆえんとするらしい。日本で五国法上や五人組、五町との五区などである。平家の落ちるど伝説が五家が多いとのゆえんは、五家が三館地に多いことや落ちるどが三館に逃げることから源平合戦の近隣の地域に伝説が多い。五花山には縄文時代の埋蔵分解析が、 約50箇所ある。約4500年前歴が出土している。他の年代も含めての出土品は、魔性石符、石皿、石賊、石棒、石刀、土偶、耳飾り翡翠大衆、魚物石器などである。翡翠の大衆が3個出土しているが、縄文時代の翡翠はすべて、新潟県に井川市の明城山のもので、日本海側との交流があったものである。また、 魚物石器と呼ばれる、祭祀具と推測されるものは、岐阜、富山、石川で多く出土しており、中部県との交流も盛んであるようである。平家の落ちうが住み着いたと伝えられている。1183年、富山県と石川県の県境にある、栗から峠で、木曽義仲と平これ森が戦った。この時、義仲は、比牛の戦法で、平家に対象した。 その残党が五ヶ山へ落ちうどとして逃げ隠れたとされる。物的証拠はないが、一部の五ヶ山の民家の家門として残っているとされている。また、南北町内乱期に吉野町維新によって地域文化が形成されたとも伝えられており、五ヶ山市には五ヶ山の文化は吉野町武士の入りかごによって開拓され、五ヶ山の勇士は吉野朝からである。洋産 和紙聖子は、吉野町維新によって始められ、五輝山へ仏教が入ってきたのは、五代五天皇第八王子、天台座須宗永親皇によってである。という説もある。白山信仰による天台集計密教の地域であったが、1471年浄土新州本願寺発生、蓮如が現在の福井県吉崎に下校し、北陸一帯が一行を胸の勢力となりこの地域も、 浄土新州に改修したようである。北陸一帯の地名には、京塚なる地名が残っているが、この地域にも天台集計のお経を埋めた地を、こう呼んでいる。江戸時代、1690年からは、加賀藩の正式な流刑地となった。流刑場所は、小川右岸の8カ所で、軽犯罪者は、平小屋と呼ばれる建物に収容され、拘束の程度は、緩かったが、 重犯罪者は五宿小屋と呼ばれる小屋に監禁され、自由を奪われていた。五宿小屋の一部は、昭和年間まで残されていたが、1963年の38号雪の際に倒壊。1965年に復元されたものが、富山県の有形民族文化財に指定され、流形小屋として、地域の名所となっている。加賀総道の大月伝蔵もこの地へ流された。 流刑地である五貨山には当地を流れる小川に橋を、架けることが許されず、住民は、ぶどうの鶴で作った太鼓を張り、籠をそれに取り付けて、籠渡しとして行き来した。気象条件が厳しい五貨山では、江戸時代、年貢を米で納めることができなかった。1780年頃の宮がただしうんちょ、古市の下草によれば、水田は元よりなくして、国類も冷え、あわ、 大預きに過ぎずとあり、稲作が絶望的であったことが伺える。住民は商品作物などを稲美町、上花町の商人を介して監金し、年貢を納めていたが、多くの場合、半方から前借を行い、次年度に返済するという自転車創業的な生計を余儀なくされた。借金が返せずに土地を手放す農家が出る一方で、半方の方も、 貸し倒れや廃業が相次ぐなど貸借双方で厳しい環境であった。大きな気象外の年には数年間の間、半方への借金の延納や半への仮まいでしのぐこともあったが、生活環境の改善や向上には結びつかず、1837年の天保の基金の際には住民の約4割が合死している。 周囲を1000メートル長の山々と小川の峡谷に囲まれた陸の孤島で、五箇山から上花に行くには、難所中の難所の宝峠や人食え谷を越える必要があった。このような地理的に隔絶された環境から、加賀藩の流景場として利用された。南方には人形山という姉妹の雪絵がある山があり、五箇山のシンボルの山となっている。 雪江の姉妹に関する悲しい伝説は漫画日本昔話にも取り上げられている。五香山の集落周辺は景観保護のために五香山県立自然公園に指定されている。戦国時代から江戸時代には塩小製造の歴史がある。石山合戦から1580年の小田勢との戦いにも五香山の塩小が使われた。また、 国食火薬自体を製造していたとされる。日本古来から古民家のいろりの下には自然と塩小は製造されていたが、五箇山では自然の草と蚕の糞などで製造する培養法を使ってより多くの塩、小を製造した。16世紀後半には前田家が加賀一帯を統治し、一向一揆が沈静化した頃より加賀藩に召し上げとして買い付けられる。 加賀藩は、戸山大名として100万国の経済力を持ち、徳川家の2分の1の国高を持っていたので、取り潰しの危機にあったが、裏では、五貨山での火薬の原料を調達していたのである。しかし、この塩昌も、日本が鎖国を解いてから、南米の地理からの昌石の輸入によって廃れてしまう。五貨山の合掌造りの屋根は貨葺きである。 五ヶ山のかやぶきは五ヶ谷を材料とすることが特徴となっている。なお、現在は、地ヶ谷の採取量がすべての合掌造りに必要な分を満たせず、重要文化財や世界遺産を除く合掌造りは、大ヶ谷で屋根が吹かれている家屋がある。昭和30年代までは、鉄、集落の共同作業にて吹き替えを行っていたが、現在は、 富山県西部森林組合が屋根の吹き替え、茅やの管理、刈り取りを行っている。この地域は世界的に見ても有数の豪雪地帯であり、そのような風土から傾斜の急な大きな屋根を持つ合掌造りの家屋が生まれた。現在も南都市の愛野倉地区や同市の菅沼地区には合掌造りの集落が残っており、それぞれ1970年12月4日、 越中五ヶ山愛の倉集落、越中五ヶ山菅沼集落として国の史跡に指定され、1994年には重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。1995年12月、隣接している岐阜県大野郡白川村の白川郷と共に、白川郷、五ヶ山の合掌造り集落として世界遺産に登録されている。 2009年3月には、フランスミシュラン社発行の旅行ガイド日本編、ミシュラングリーンガイドジャポンにいて、最高峰の3つ星観光地に選ばれた。日本国内では17カ所が3つ星に選ばれている。また、愛の倉集落、菅沼集落も2つ星に選ばれている。2015年3月、アメリカのニュース専門放送局、CNN が発表した、 ジャパンズ31一モーストビューティフルプレイ a ズの一つとして選ばれた。五香山は民謡の宝庫と言われ、発祥や電波の経緯が定かでないものが数多く存在する。おさよ武士は伝承ではおさよという遊女と関係が深いという。加賀騒動の首謀者と遊女たちが輪島に流刑になったが、おさよは輪島の出身だったため意味がないということで、小原に流され、 歌を教えたとされる。口頭で伝承され発展してきた文化遺産であり、麦屋踊りは国の女性の措置を講ずべき無形文化財に選定された経過にある。代表的な小切子武士や麦屋説を含む多くの民謡は、1973年11月5日に五香山の歌と踊りとして、 国の選択無形民族文化財に選択されており、多くの五カ山民謡保存団体が存在し、歌い踊り続けることによって守られている。また、五カ山の歌と踊りが、国の選択無形民族文化財に選択された際、保存会4団体より参加、現在は5団体で、越中五カ山民謡民、舞保存団体連合会が結成され、これらの保存会は、 小中学校や高校で、岡山民謡を指導し、地元の富山県立南都平高等学校の郷土芸能部が、全国高等学校総合文化祭で優秀な成績を収めるなど、大いに成果を上げている。小切り拳、麦屋説、長麦屋説、早麦屋説、小谷麦屋説、古代神、小白神、四つ。 竹伏都ト審査説、おさよ節、投げ節、五香山追分説、神学部、古代人、諸子諸草島説、輪島節など院は、越中五香山民用民、舞保存団体連合会加盟団体南都市、教育委員会編著南都の城と人戦国の寺、城、戦山品本願寺から、五香山、追仙寺へ、山岳古道と、鳥出跡連女と、赤尾道集、 南都市立南歴史民族資料館118回企画展、見学会、シンポジウム資料集2008年流刑小屋から思い、在任は、住民と語ることもできなかった南都市、ふるさとミュージアム上平村、役場、上平村市上平村、1982年、P71、P96、雪山の絶景。日本で唯一、 流景小屋が現存する、世界遺産、岡山坂本正隆、ジャパンズ3 1モ o ストビューティフルプレ p シズ。c CNN、2017年1月9日閲覧。越中岡山麦屋説保存会100周年記念誌2009年10月31日。発行 127P。ありがとうございます。